鎌田の遺跡情報に進展があったみたいね。バルセロナへの遺跡情報に新たな進展があった。今回はサクッとそれについて見ていこう。スペインのムンドデポルティーボがこう報道した。バルセロナはこの冬の遺跡市場で補強する可能性を模索し続けているが、それと同時に夏の補強も考慮している。状況を問い合わせている名前の一つが鎌田大地である。補強候補のリストに入っている。フランクフルトに所属する26歳の攻撃的ミッドフィルダー、またはトップ下の日本人はバルサが追いかけている選手だ。補強候補のリストに入ってるのね。いろいろ噂は出ていたが、久しぶりに具体的な報道が出てきたな。そうなのよね。今までだとトッテナム、ローマ、ベンフィカ、ドルトムント、バルセロナあたりが報道されていて、フランクフルトの新契約を鎌田が拒否。移籍はほぼ確実となり、このタイミングで新契約の売額をトッテナムが提示したとか、ベンフィカと鎌田の代理人が交渉したり、ドルトムントとは契約確実と言われたと思ったら白紙になったとの報道が出たり、噂段階だとやはり2点3点するよな。そんな中でのこの話だからまだ懐疑的に見てるんだけど、実際どうなのかしら。お互いの思惑は合致していたりする。ステップアップを求める鎌田大地と、財政難でコストパフォーマンスを求めるバルセロナ。可能性はあると思う。これがいい移籍かは別として。どちらかというと焦点はそこかもね。移籍の可能性がどうこうよりも、これが果たして鎌田にとっていいものなのか。どのポジションで考えてるかわからないが、おそらくライバルはガビやペドリあたり。ベンチウォーマーになれればかなりいい方って感じだな。そこが気がかりよね。同じフリー移籍だとケシエがいるけど、同じようになる気もするし、バルセロナとしてはコストパフォーマンスもだし、EL 準々決勝の印象も強かったのかも。今後どうなるか注目だな。どこに移籍しても応援してる。どこに移籍しても競争はあるわけだしな。そういうことね。結局は移籍してみないとわからない部分が多いし、短いサッカー選手人生でバルセロナに挑戦したいと思うのも当然だし、あとは見る側として鎌田がバルセロナでプレイするのも見たいんだよな。みんなは今回の鎌田バルセロナ移籍報道どう思ったかしら。高評価ついでにコメ欄で教えてね。チャンネル登録もね。それではまた次回。